はい、こんにちは。事業専門の税理士川南です。本日の動画は速報確定申告変更点について動画で解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営とその他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter、 そして新たに Voicy も始めましたので、そちらの方もぜひチェックの方よろしくお願いします。また自営業フリーランス向けに必要なことを一冊にギュッとまとめた本も出版してますので、こちらもぜひよろしくお願いします。それでは早速本日の動画の内容に行ってみたいと思います。はい、それでは速報確定申告変更点ということで、今回令和4年度の確定申告、要は令和4年分の確定申告は令和5年の3月15日までに提出するという流れになるんですけど、その確定申告で変更点があったので、そちらの方をね、速報ということで何が一体どう確定申告が変わったのかについて紹介していきたいと思います。はい、それでは確定申告の変更点なんですけども、ネット申告が進化してますので、そちらの方をね、2つポイント紹介まずしたいと思います。そして次、なんとこれね、多分一番大きな変更点、ニュースかもしれません。申告書 A が廃止されました。そして住宅ローン控除が変更になりましたので、こちらね、全員の方が該当するわけじゃないんですけど、今後のためにね、知っておいていいかなと思います。これからね、家を建てようって考えてらっしゃる方はね、チェックしておくべき項目だと思いますので紹介します。そしてその後の改正予告、ゆくゆくはこのようになりますよっていうになっているものも紹介したいと思います。そして最後まとめ、このような流れでいけますので、本日よろしくお願いします。ではまずネット申告が進化してるよということで、こちらを紹介します。一つ目ですね、確定申告書の作成コーナーに便利な機能が出ております。これね、スマホで申告の場合なんですけど、カメラで給与所得の源泉徴収票を読み取ることができるようになりました。要はカメラで源泉徴収票を写真を撮ると、その情報データがスマホの中に入ってくるというイメージでいいと思います。この源泉徴収票の記入内容を自動入力してくれるということで、ネット申告がかなり進化していっています。そしてパソコンから申告する場合なんですけども、スマホが IC カードリーダーの代わりになります。今までですとマイナンバーカードとパソコンでする場合っていうのは IC カードリーダーというものが必要だったんですけど、これね、普通に Amazon とか電気屋さんで売ってるんですけど、皆さんこれ買うの嫌だなとかね、年1回しか使わないものにね、お金出したくないなって方が結構多かったんですけど、これがどんどん便利になっておりまして、 IC カードリーダーがいらなくなって、スマホで代わりに読み取るということができるようになりました。このようにネット申告がどんどん進化していってますので、ぜひ皆さんね、ネット申告使っていただければと思います。もちろんスマホからでもいいですし、パソコンから、どちらからでも大丈夫です。そして次、ネット申告の進化、さらに令和4年分、要は令和5年1月以降からさらに便利になるということで、こちら紹介します。マイナンバーカードの読み取りが1回になりました。こちら結構ね、革新的なんじゃないでしょうか。今までどうなってきたかと言いますと、この図の表を見てほしいんですけど、要は今までね、要所要所にマイナンバーカードを読み取っていかなければ進まなかったということで、今まで全3回読み取りのね、回数があったんですけど、それが令和5年の1月以降からは、要は e-tax のログイン時1回のみとなりました。これ注意点なんですけど、過去にマイナンバー方式カードで申告している方が対象になりますので、今年初めてって方はやはりね、マイナンバーカード1回のログインでは終わりませんので、そこだけご注意ください。そしてもう1点進化した点があります。こちらスマホからなんですけども、青色申告決算書、収支内訳書がスマホでも作成が可能となります。そしてパソコン画面もリニューアルされるということでね、実際の画面覗いたわけではないんですけど、まあだいぶ見やすくなるのではないでしょうか。そしてとうとうね、スマホで収支内訳書が作成可能ということになります。はい、このようにね、ネットでね、申告するというね、どんどん便利になっていますので、皆さんぜひ活用していただければと思います。はい、そして次、これが一番大きなね、変更点、皆さん全員に関わってくる変更点ではないでしょうか。確定申告書の A というのが廃止されました。どういうことかと言いますと、申告書の様式を統一しましょうと、この書類しかないですよってね、今まではこの申告書 A と申告書 B という2つの書類があって、皆さんね、税務署に用紙を取りに行った時に結構みんな逆で間違えてきたりとか、よく見てなくてこれだと思って持ってきたら、自分は B を使うのに A を取ってきたとか、 A を使うのに B を持ってきたっていうことが発生したんですけど、様式統一によってもそういうことはなくなりました。今までですと申告書 A と B あったものが、今後どうなるのかと言いますと、申告書
書 B とほぼ同じもの、この1種類で申告をしていくことになります。ですので今まで申告書 A でされてた方、申告書見てね、なんか去年の A っていうのがないんですけどっていうふうに慌てないでください。様式が統一されて申告書 A は廃止されましたので、皆さんね、申告書 B とほぼ同じ内容というふうな予定になってますので、そちらの方を使ってすることになります。そしてもう1点、修正申告の場合ね、5票というものをね作って修正申告をしてたんですけど、こちらも廃止となりました。修正申告する場合は再度新しい申告書を使って、要は新しく申告書をね作り直すということで修正をするということになりましたので、こちらの方もね、まあ、全員が修正申告ねするっていうわけではないと思うんですけど、変わった点になりますので紹介はしました。おそらく皆さん一番ね大きなポイントとして影響があるのは、申告用紙 A が廃止されて様式が統一されるよっていうことだと思います。はい、次に住宅ローン控除の変更点があったので紹介をします。この住宅ローン控除の変更点ね、まとめるとポイントが3つあります。1つ目は省エネ性能に応じて借り入れ限度額が変わりますよ。要は住宅の省エネの性能に応じて控除額が変わってくるというふうに変更されるということです。2つ目が控除額の計算に使うパーセンテードが引き下げられます。今までは控除率 1% だったものが今後 0.7% に引き下げされますので、そちらの点ご注意ください。そして3つ目、所得要件が変わります。所得要件3000万以下だったところが2000万円以下に引き下げられます。少しね見にくいんですけど、これ国税庁の図があるんですけど、このように要は住宅の省エネのレベルに応じて限度額が変わってくるということになります。必要な方はこちらの表で確認をしておいてください。そして先ほど言ったように控除率が引き下げられて 1% だったのが 0.7% になりますよ。そして所得要件も合計所得が3000万以下だったら住宅ローン控除できたところ、所得要件が2000万以下というふうになるということで、ここは引き下げられます。今後ね4年間かけてこのような変更点がありますので、もしね今後家を建てようという方はチェックしておいた方がいいかと思います。住宅の省エネレベルによって令和4年、令和5年の控除額と令和6年、令和7年の控除額というのが変わりますので、こちらの方を押さえておくといいのかなというふうに思います。これ1点もしかしたら聞いててね勘違いする方いるかと思うんです。すでにもう住宅建てて住宅ローン控除をしている方は前のものでいきますので、令和4年、令和5年になったらこれに切り替わるということではないので安心してください。今後新しく建築する、もしくは今後新しく家を建てて住宅ローンを借りる方が該当しますよっていうものになります。はい、次はね今後の改正予告を少し紹介したいと思います。これ次年度からですね、令和5年分からなんですけども、添付不要になった書類が増えます。今まででした、まあ、今年の、ね、令和4年分は出さないといけないんですけど、借入金等の残高証明書というものがあるんですけど、そちら添付が不要になります。そして次、工事請負契約書、こちらも令和5年分から添付が不要になります。どんどんね添付しないといけないね書類、まあ原本今まででしたら添付してくださいというものが、まあね省略されていくという流れになるということですね。はい、そして令和6年からはなんですけど、先ほど見たね住宅ローン控除の変更点の表のところを見ていただけるとわかるんですけど、一般住宅のうち一定の省エネ基準を受けないようなもの、要は一般住宅で省エネ基準にね何も該当しないという場合は住宅ローン控除が受けれないという改正予告が入ってますので、こちらもしね住宅ね建てたい、そして省エネ、まあ今時ほとんどのね住宅省エネ基準何かしらに引っかかるお家が多いとは思うんですけど、もし一般住宅のうちで省エネ基準に何も該当しないっていうよね家を建てようっていう方は住宅ローン控除が使えなくなる可能性がありますので、こちらの情報を知っておくといいかと思います。はい、それではまとめです。いよいよね確定申告シーズンが近くなってきました。今皆さんねそろそろ確定申告について何かしないといけないとか、去年の動画見ようかなという方でね、私の過去の動画見てくださってる方も多いかと思います。まずね確定申告について準備なんですけど、今そろそろね10月末から11月に控除証明書というのが続々と届いてきます。一番最初におそらく届いたのは生命保険控除の証明書等々が届いてきてると思うんですけど、その次にね皆さんだってイデコの控除証明書とか、あのあたりがね徐々に届いてきますので、この控除証明書確定申告より早い時期に届いていますので、なくさないようにしてください。紛失すると再発行できますけど、その手間がかかりますので、今届いている控除証明書等々、またこれから届く控除証明書捨てないように、また紛失しないように一箇所にまとめておきましょう。そして2つ目、もし今年度の経理がまだという方はすぐに手をつけてください。もうねおちおちするとすぐ年末年始に入ってすぐ確定申告時期になりますので、1年はあっという間です。皆さん早めに対策してない方は経理の方すぐに手をつけましょう。そしてこれね経理確定申告会計ソフトを使うと圧倒的に便利になりますので、ぜひ会計ソフトのね検討も視野に入れておいていただけるといいのではないかと思います。今年度間に合わないわって方は、まあ来年度から確定申告の際に、まあ、会計ソフト使おうとか、またネットで申告しよう、電子申告しようというふうに意識していただけるといいのではないかと思います。また電子申告をするとや
はり有利ですし便利になります。電子申告することで何がいいかと言いますと、青色申告の場合、青色申告特別控除が電子で送れば65万円もらえますし、電子じゃない場合は55万円に、要は10万円差額が出てしまいますので、控除額10万円って意外とね小さいようで大きいですので、やはりどうせ確定申告するなら電子で出していく、便利でもありますし税金上でも有利ですので電子申告の方をおすすめしています。そしてもしまだね電子申告考えてるけどマイナンバーカードを作成してないっていう方は、ぜひ年内中すぐに動いてマイナンバーカードを作っておくことをおすすめします。今ねマイナンバーカードを作るとポイント2万円分もらえますっていうものあったんですけど、期限をね延長してますのでまだ間に合うかと思いますので、マイナンバーカードを作って電子申告して65万円控除をいただき、さらに2万円分のポイントをもらえるというふうになってますので、ぜひねもしこの中見てる方にマイナンバーカードまだ作ってないよって方いらっしゃいましたら、マイナンバーカードを作ることからスタートして、そして経理を進めて確定申告がスムーズに電子申告でできるように今年こそトライしてみていただければと思います。というわけで本日は今年の確定申告変更点について動画でね最速情報ということでお知らせしました。私は税理士川美濃のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目が質問や相談がオンライン上でいつでもできること。オンライン上に税理士をね雇おうというイメージで Facebook の非公開グループで運営をしています。2つ目のメリットがサロンズームを定期的に開催しています。このサロンズームということで、私にねズームで直接相談や質問をすることができますし、また入会しているねサロンメンバーさんと異業種交流、情報交換の場としてとても好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。ビジネスの考え方、今どういうことを手掛けているのか、また YouTube やボイシー、TikTok の撮影の裏側、経理や税金、最新の情報などなど、オンラインサロンのみだけに情報を投げてますので、ぜひ気になる方はご検討ください。オンラインサロンについては概要欄の URL から飛べるようになってますので、ぜひ入会お待ちしております。はい、そして私はね、自営業フリーランス向けに本を出版してます。こちらね、年内に重版がかかりました。自営業フリーランスに必要な項目を分かりやすく一冊にギュッとまとまってます。購入するの迷うなって方はぜひ Amazon からの評価見てください。皆さんね、こういうところが良かった、こういうところがこの本良かったというふうにね、紹介してくださってますので、そちらの方を見てね、購入するかどうか検討していただければと思います。また Amazon でも販売してますし、Kindle 版もあります。あと大きい書店でも置いてあるところがあるようですし、楽天ブックスでも販売してますので、そちらの方よろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。いいね、高評価ボタン、コメントいただけますと本当に励みになりますので、ぜひ皆さんどしどしお願いします。またその他 SNS やってまして、 Instagram はフォロワーが 2.9 万人、 Twitter もやってますし、 TikTok はねフォロワーが 6.3 万人、最近は Voicy も始めましたので、ぜひそちらの方ね、他なんかどんな話してるのかなとかね、 YouTube 以外でどういう発信してるのか興味がある方は、また少し違った内容になってますので、 SNS の方も概要欄から飛べるようになってますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、本日の動画は以上になります。一番大きなのはね、やはりね申告書 A が廃止になってね、用紙が統一されたっていうことじゃないでしょうか。皆さん確定申告時期になってね、用紙がないないという風にならないように、事前にここで勉強しておいて、涼しい顔でね申告書 A はなくなったんだよっていう風にね、気持ちの準備ができるといいのではないかと思います。はい、それでは本日の動画も以上になります。自営業専門税理士川美濃でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。